さあ、次はスタートしてきましたのが、ゼッケン3番ですね。ゼッケン3番、ホーネット、E0、のマシンですね。はい。ゼッケン5番、ただいまの前に1分33秒0。あ、続きましてスタートしてきましたのがね、ゼッケン2番をつけております、高橋選手スタートしてきました。高橋選手は東京都の選手ですね。この選手は東京都の選手、マシンは VTR 250ということです。楽しめるように頑張りますと、江戸クラス10年目、初参加から11年目。あ、ゼッケン4番、ただいまのタイム1分46秒先。さあ、ゼッケン1番岡選手ということになりますね。ゼッケン3番、ただいまのタイム1分38秒3。